前総理大臣の自民党岸田文雄さんが11回目の当選です。ありがとうございました。伊藤会長よりのご発声での、万歳三唱でございました。誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いを申し上げます。どうぞ先生方ご登壇をください。全国的な自民党に対する厳しいこの逆風の中での選挙でもありました。また私自身も、そうした選挙情勢の中で、全国のこの同志の応援に、回らなければならない、こういった選挙でもありました。誠に、難しく、そして、この大変な、選挙であった、と振り返っておりますが、にもかかわらず、多くの皆様方が、それぞれの立場で、それぞれの地域で、貴重なお力添えを積み重ねていただいた。本当に、親身になって、力を与えていただいた。そのおかげで、こうした当選にたどり着くことができたこと、本当に心から厚く御礼を申し上げる次第です。続いては広島6区、自民党前職の小林文明さんが5回目の当選です。万歳！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 ありがとうございました。その今の自民党の厳しい状況を変えるためにも、小林文明頑張れと多くの声をいただいて、この結果だったと思っています。その期待に応えて、しっかり自民党を変える、そして日本の政治を変える、その力を皆さんからいただいたものとして、しっかり活動していきたいと思います。